こんばんは、ファンクでーす。今日はね、ちょっと時間がないんでね、まあこれだけはね、最初に言わさせていただきます。エビってんのよ。あのね、渋谷のね、恵比寿南にある博多うどん酒場、一か八かはエビってんのよ。ここのね、お店ね、あのエビ天うどんっていうのがね、すごく有名でね、エビがね、ここついてるね、エビ天がね、もう本当にエビエビエブリバディっていう感じらしいのね。どんな感じかね、ファンクちょっとね、楽しみでね、訪れてみたのよ。そしたらね、今日ごぼう天かなんかのフェスタやってて、みんなね、ごぼうばっか食べてた。あ、そこのさ、あの、一発レモンサワー美味しそうじゃね。ファンクこれね、昼間だけど飲みたくなっちゃった。夜はね、うどんをね、食べながらね、お酒を飲んだりするね、場所になってますが、昼間はね、あの、ランチメニューでね、うどんいっぱいね、あの、提供してくれるお店なんだけども、かしわ飯ついてくるよ、お昼は。なんか、サービス満点ね。っていうかさ、ね、言ったでしょ、ファンク。エビってるって言ったじゃない。ね。もう、本当に。エビビ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 ビエビビ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 って感じでしょ。それでね、湯気と一緒にね、立ち込めてくる香りもね、エビってんのよ。でね、博多系のね、うどんなんだけども、スープがね、真っ白でね、それでね、うどんがね、すごく柔らかいのよ。腰がね、ほぼないのね。ファンクね、あの、腰がないね、うどんね、ちょっとダメなんだけども、でもね、これはこれでね、意外といけましたよ。でね、食べてみたね、感想なんだけど、エビってんのよ。いや、もうさっきからそればっかりなんだけどもね、だってしょうがないもん、エビってんだもん。あ、今日ちょっと時間ないんでね、ここでね、味のね、感想をね、述べたいと思います。エビ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 だったよ。いや、もう本当にここね、美味しい。美味しいしね、エビってるしね、でね、エビってんのよ。いや、また今日怒られそうだな、この動画見られたら、みんなにね。いや、もう次回反省会ですから。いや、だってしょうがないもん、エビってんだもん。じゃあ今日はここまで、じゃあねー。あ、そうそうそう、あのね、そういえばね、ここね、なんか激辛こんにゃくみたいなやつがね、なんか販売されてるらしいの、夜らしいんだけども、あの、酒場になった時にね、これちょっと食べてみたい。いや、もう今日本当に嫌よ、ね、お前反省会しろっていっぱい書き込みされるの。でも毎日毎日反省してんだもん。じゃあ今日はここまで、じゃあねー。